こちら準決勝と決勝のスコアなんですけれども、日野さん。はい。何か気づきませんか。ええと。よく見てください。九回に強い。<laughs> はい。逆転してる。そうなんです。それだけでもすごいこと。なんですけれども。はい いずれもツーアウトいそう、はい、つまりあと一つで試合終了というところからの粘り、土壇までの逆転劇でした聖光学院には序盤から優位に試合を進めてほしいと思います、うん、そしてその聖光学院、毎年大変なブロックに入るなという印象を受けるんですが今年もでした隣には夏の連覇を狙う仙台育英。 聖光学院にとっては去年ベストフォーで敗れた宿敵です。ただですね。仙台育英仙台育英の相手は競合が揃う埼玉を勝ち抜いた浦和学院なんです。ですから1回戦屈指の好カードとなりました。さらに、さらに同じブロックにはあの大阪桐蔭を破ってきた犠牲者もいるんです。まずは3日後、共栄学園に勝って目標とする全国制覇への歩みを進めてほしいと思います。